バーバラ・リスコフは、アメリカ合衆国の計算機科学者、MIT の電気工学、計算機科学部門の教授を務めている、ロサンゼルス生まれ。1961年、カリフォルニア大学バークレー校で数学の学士号を取得し、1968年、スタンフォード大学で、アメリカ合衆国で女性として、初の計算機科学の博士号を取得した。 博士論文のテーマは、ジスの終盤をプレイするプログラムに関するものだった。当時、計算機科学部門を有する大学は少なく、スタンフォードでも、計算機科学の学位を取得する学生は、非常に限られていた。リスコフは、数々の重要なプロジェクトを主導した。また、ジェネット・ウィングと共に、派生型という概念を定義し、現在では、リスコフの痴漢原則として知られている。 MIT では、プログラミングメソドロジン・ループを率い、ビサンチンホールとトレラント性や分散コンピューティングを研究している。リスコフは、全米技術アカデミーの会員であり、アメリカ芸術科学アカデミーと、アソシエーション法コンピューティングマシーナリーのフェローである。2004年、プログラミング言語、プログラミング手法、分散システムの理論的貢献に対して、 ほんのマ万メダルを授与された。3冊の著書と100以上の論文を発表している。2008年、オブジェクト思考プログラミングの発展へとつながった、プログラミング言語設計とソフトウェア方法論についての貢献により、アクメ・チューリング賞を受賞。アクメでは、プログラミング言語とシステム設計への実用的及び、理論的基盤への貢献を挙げており、特に、データ抽象化。 ポールとトレラント設計、分散コンピューティングに関連した業績を挙げている。2015年ワイツマン女性科学賞受賞。ありがとうございます。